メンソレということでね、ちょっと前まで沖縄行ってて、沖縄気分がまだ抜けてないんですけど、今日はリーグ5節目ですね。はい、大事な試合、大事な試合ですね。でまあ相手がね、ルートっていうチームなんですけど、今もうほんまにリーグの中やったらもう1番か2番ぐらい強いな。もう1番強いんちゃうかなぐらい勢いあるよな。そうやな、3つぐらいが同率1位。うん、みたいな。普通にやったらボコ負けするんちゃうかなみたいなぐらいの相手です、今日は。まあその中でね、せっかくやるならそんなビビらず自分たちのサッカーをして後悔なく終わりたいなって思うんで、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい、見た、個人賞送られてきたやつ。見たよ。このリーグが始まる前に僕たち僕は2年連続得点を目指しますって言って、で、サコはアシストを目指すみたいな言ってたよ。言ってたな。4節終了時点まだ最初やからもうそんなん何もないねんけど、一応俺は5点で、1位の人が3人おんのかな、同じ同率5点で得点ランキングトップタイみたいな感じになってて、で、サコは3アシストで3位がいます。3位にいて、やっぱりそれってほんまにありがたいことやし、チームのおかげっていうのもあるんやけど、こうやってね、もう俺たちが名前がボンって出てるっていうのはもう嬉しいことですね。確かに言ってたことやしさ。言ってたな。それが少し形にこの時点でなってるのは嬉しいね。そうやな。だからそれはもうね、いい意味では忘れて、一試合一試合やってって、最後にそこの名前残っとけばいいよな。そうやな、うん、でも結構さ、その点開いてるチームとかもあるやん。で、そうやね。それやのにその順位に入れてるってすごいな、うん、いや、そうやね。だって他のところ1位のチーム、今日やるとことか4節で19得点とか取ってんね。やな。で、俺らはまだ4節で7得点しか取ってなくて、その中の5点、3アシストしてるし、確率で言ったらすごい高いから、そこはね、自信持ってどの相手にもやれたらいいんちゃうかなって思いますね。そうやな。今でも6位やったから、確か順位的に、順位的にはね、16チーム中6位か。悪くはないと思う、実際。そう、悪くはない。まあ負けた時はちょっと落ち込んでた部分もあったんやけど、やっぱりトータルでやっぱり俺たちはまず残留目標にして、でまあ去年より順位を1個でも上げたいなっていうのがあるから、去年多分7位かなんかやったから、やっぱり6位5位とかそういうところに食い込んでいくのが最終的な目標。もちろんそら優勝できるに越したことはないけど、まあ一つずつね、そんな謙虚にやっていきましょうよ。頑張っていこう、頑張っていこうぜ。ほんまに今日はね、ほんまに大差では絶対勝たれへん相手やんか、うん、勝てたとしても、うん、ほんまに1点2点、もうその辺が大切になってくるから、強い相手やからこそこうチャレンジ精神持ってさ、うん、ガンガン前から行きたいなって思う。ほんまにできるかよな俺ら。いや、ほんまそう。今日はね、本当にもう熱い試合をしたいね。じゃあ皆さん頑張っていきますんで、お楽しみにしててください。勝つぞ。あなんとかしのいで、カウンターで行きましょう。いいですか。はい、ただよし、じゃあ出したくないな。はい、こんにちは。ぜまたち、またち、やるよ、やるよ、ナイス。あ、俺もちょっと、俺最近知ったアイドルグループはね、最近知ったアイドルグループスマップです。いや、元から知ってる、スマップ。いや、ちょっとあんま知らなくてさ、サビだけちょっと曖昧やけど、スマップ、シェイク。あ、シェイクね、うん、俺みんな知ってるけど、パーハー、タルテン、タルテン、前奏100点よ、前奏100点、残りも100点、顔も100点でしょ、前奏顔も100点やサビどんなんか聞いてみましょう。シェイクシェイク、マックシェイク大好き、マックシェイク大好き、サビれてーよっしゃいくぜI'm gonna go!
食いつかないじゃん。我慢するか。俺もその差になるんだ。あ、毎回絶対準備します。いつもバリマない。一回絶対。あ、最後までブロックです。あの九番のとこ。九番ずっと嫌なとこずっとおるな。うますぎる。ただ相手が出すそうばかりやな。いや、これ出すふりしてしまうから。相手の三番俺のマッチアップしてるし、俺と同じとこで髪切ってた。何それ。それさっき話してた。はい。絶対崩れんなよ。じゃあ、行こう出してやろう。行こう行こう。相手のキャプテンに穴って言われてます。アナルアナルまたどこにだっ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 ね、ほんまにエグすぎる、エグすぎる、もうほんまに今考えただけでも鳥肌エグいんやけど、大阪1位のチームに勝っちゃいました。勝った。後ろね、あの太蔵カメラマンしてくれてる太蔵なんですけど、マジであのありがとうございます。ほんまにあの俺撮ってて、うん、あのシュート入るやんか、うんうんうん、
うおって言いたかったけど、めっちゃ抑えた。抑えた。もう全然出し食いでいいからな、もうそうなったらもう。めちゃめちゃ抑えたけど、ほんまにすごい。俺は点決めるだけしかしてない。まあなんなら PK も外したし。ほんまに。もうその時はもうほんま地獄やなと思ったけど、みんな集中してたよ。もう勝てる雰囲気がもう出とったよな。出てた。どっかで見てんな、あの PK。一節目でも外しとんねん、俺。やけど、まあもう、俺はもう結果論でしかないけど、3対2。うん、勝てたし、まあもう俺は触るだけしか3点目はしてないけど、みんなの守備からの全員で勝ち取った1点やったから、ほんまにこれはリーグ史上一番良かったんちゃう。いや何がいいって、うん、逆転勝利が。いやほそやねん、そうやねん。俺らなかなかないやん。ない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 。最後まで集中して頑張ったからこそ取れた1点でもあるし、フルで見てほしいな。いやほんまやねん。確かにこれ本当に、じゃあもうフルであげようかな俺これ。物語、ね、バカ長いけどな。バカ長いけど、またフルでも見たいって人がおったらあげるわ俺ほんまに。サッカー知らん人よ、見てほしい。この試合はな、もうほんまにみんな集中してたし、なんかサッカーの良さが詰まってるよな、うん、みんな、うん、夢の国で楽しんでるリコに電話してみろ。出るかわからんけど、エンジョイしてるからさ、出えへん可能性の方が高いけど。夢の中やから。夢の中で目覚めへんかもしれない。でもすぐ連絡してとは言うとって、結果だけはすぐ教えてほしい。まあまあまだまだこれぐらいやったらね、全然あの可能性はあるから。もうちょっとかけます、ついてきた。夢の国楽しんでくださいと。はい、ということですね。はい、まだリーグ戦はさ、終わりじゃないやんか。まだ半分いってない。そうそう、半分いってない。もうほんまにいい形で、まあ、リーグ戦は進んではいるんやけど、やっぱり気抜いてあかんし、こういう強いチームに勝ったからって慢心せずほんまに謙虚に俺らは変わらずやっていきたいなと思うし、まあちょっとでもね、勝ち点積み上げて上の順位に行けるように頑張っていきましょうか。頑張りましょう。本当に今日はもうちょっとどんだけ伝わってるかわかんないですけど、もう最高です。見たらわかる。もうほんまに、もうほんまにダブルヘッダーいかんと酒飲みたいぐらい。もう俺みたい。もう今サウナも行きたい。サウナも行きたい。もうほんまにそれぐらいのね、今日はもう最高の気分なんで、この動画をね見てくれた人はほんまありがとうございます。ありがとうございます。またね、来週続くもんな、ここから試合が続くな。ちょっとね、来週もすごい強い相手なんで、気引き締めてまた一から準備して頑張っていきたいと思います。見てくれてありがとうございました。終わります。バンボー。バンボー。I thought